日本の神社の中で一番多いと言われている神社があるんです。それご存知ですか？これが八幡神社なんですよ。例えばね、有名なところで行くと鎌倉の鶴岡八幡宮とか、京都の石清水八幡宮とかね、全国にあるわけですけれども、八幡神社、どんな神様ですかって聞かれて答えれる人なかなかいないと思うんですよね。ということで今回はこの八幡神社について徹底解説をしていきたいと思います。八幡さんといえば勝負の神様としてね、お祭りされているわけですよ。まあこれなんで勝負の神さんなんかというお話をしたいんですけど、その前にもともと勝負の神様じゃなかったんですよ。いろんな時代とともに変わってきました。そこをね、ちょっと順を追ってお話ししていきたいと思います。まずなぜ勝負の神様と言われているか、これは今の大河ドラマでやってますね、鎌倉殿。鎌倉殿も大いに関係してきます。あれ源さんたちですね、皆さんね。これざっくり言うとですね、源氏が信仰したから勝負の神様になったんですね。京都に石清水八幡宮という八幡さんがおります。でこの石清水八幡宮は日本の中でももう一番ちゃうかって言われるぐらい、力が強い神さんなんですね。でそこで源氏のですね、棟梁が元服したんですね。ほんでわし八幡太郎言うわって名前変えるわけですね。だ八幡太郎がもう力つけて領地やなんやって広げていくんですね。で伴って源氏も大きくなっていって広がっていくということで、源氏の氏神さんになるわけですね。だから源さんたち何しましたって言ったら全国広がって、あと平家滅ぼしたりとか、侍として名を馳せるわけですね。その名を馳せた侍たちが信仰していた神様なので、勝負の神様、戦の神様として広がっていくんですね。この後徳川家康とかも侍といえば八幡神社ですわ言うてね、徳川家も八幡神社大事にする。まあ、いよいよこうイメージが強くなって勝負の神様として今至ってるわけですね。まあ、勝負の神様としてはそういうことです。と京都の石清水八幡宮で源氏が元服して、八幡太郎になりましたよって話しました。ほんなら石清水になんで八幡宮があったかっていう話なんですね。岩清水に来る前は全然違うところ、大分県の宇佐でございます。そこにですね、今宇佐神宮という神宮がお静まりになっておりますが、祀られてるのは八幡山なんですね。宇佐神宮が、八幡神社の総本社とも言われております。昔々、九州でですね、八幡さんはですね、八幡と言われておったんですね。八、まあ、たくさんあるというですね、八百とかってだいたい八っていう数字はたくさんっていう意味でございますから、綿、これ八幡、旗なんですね。でこれいろんな説があります。船に、立ててある大量旗、これがたくさん船が並んでるんで旗もいっぱいある、その様子を八幡、八幡と言った説とか、あと一番最初に八幡さんが僕らのところに来てくれた、降り立ったところに旗がいっぱいあって、まあ、神様って目に見えないですからね、その神様が宿った旗がたくさんあったんで八幡と言われるようになったとか、まあ、いろんな説があるんですけど、なんせ旗は多分ねちょっと関係してるやろうなと。でこの神様はね、いろんなアドバイスを占いを通して、人にくれる神様やったんですね。でそれを聞きつけた時の天皇が、ほんならアドバイスもらいに行ってくれやということで、九州に使いを出すわけですね。そこでこの何て言うんですか、日本の中央の歴史ですね、初めてつながってくるんです。でことあるごとに、天皇がですね、国いろいろ大変やからどうしたらいいというので使いを送ったり、あとなんか人事で揉めたりとかして、まあ、いろんなところであるんですけど、一番大きいのは大飢饉が襲ったことがあるんですね、日本で。で時の天皇がもうこれあかんわと、
もう今度こそ宇佐の八幡さんに聞いてきてくれということで、宇佐の八幡に部下が行きまして、占いを通してもらうわけです。で帰ってきて何言われたかというと、大仏建てたらいいよということを言われるんですね。で建てたんが奈良の大仏ですわ。あれ宇佐の八幡の神さんが、こう言うてますからって言って建てられた、仏さんなんですね。大仏建てる時ってお金もかかるし時間もかかるし、大飢饉とか、疫病とかで、国家が大変な時に、大仏建てようとするぐらいですから、そのアドバイスを聞き入れるぐらい信頼がおける強い神様やったということがこれで読み取れますね。でこの流れ、大仏ってちょっと仏教ですね、日本の神さんやったんが、仏さん建立しろというアドバイスをする、そういったことから、ここでも仏教の仏さんと日本の神様が合体してくるという現象ができるわけです。でこれで、八幡の神さんはですね、この頃から八幡さんと言われるようになった。八幡というのはいわゆる訓読み、漢字が入ってくる前からあった日本の音ですね。それが仏教的な意味合いをなす八幡にこの頃からなったと言われております。それこそ日本の神様やった八幡がですね、八幡になったところまではいいですけど、八幡大菩薩といって菩薩になるわけですから、もうこの辺になると日本の神様と仏様もごっちゃになっております。そんな中で国中、天皇を中心にですね、八幡さんっていうのはすごい神さんやで、すごい仏さんやでと言って、信仰されてきたわけでございます。八幡さんって何っていうと、実体が実はないんだけれども、そんな長い歴史のどこかで八幡さんといえば応仁天皇じゃないかと言われ始めてですね、なんでかっていうと、応仁天皇がお母さんのお腹の中にいる時から戦に勝ちまくってるんですよね。ほんで生まれてきても弓矢が得意やったと言われております。そんなことから、八幡さん日本に影響を与えて、勝負の神さんでもあると、偉大な神さんであるということで、応仁天皇は八幡さんじゃないかという考えが出てきたんでしょうね。なんで今皆さんが八幡神社参拝に行って由緒書きなんか見ると、御祭神応仁天皇とかね、あと本田分けの御事って書いてあると思うんですけど、本田分けの御事は応仁天皇と同じ意味ですからね、そこは歴史の長い中でどこで八幡さんが応仁天皇になったんかってね、今ちょっと解明されてないんですけれども、それもなんかね考えていけば影響力とか勝負の神さんっていうところに納得のところかなと思います。もう本当に謎多い神様なんですけれども、今回ちょっとルーツを説明することによって少しは八幡さん皆さんに分かっていただけたかなと思っております。